コールはライトのみ、はい、ですね。ダックハント初手からダックハントなんですね。ですね。さあこの2人の対戦かなり久しぶりですね。久しぶりですね。これどうなるんですか。本当エボブリとかじゃないですか。とかじゃないですかね。基本的にやっぱりあの飛び道具の自由度がどっちにあるかって言ったら、まあ、カンのダックハントなので、はい、やっぱり近距離をカンで拒否しながらこういう風にね、消火栓とかあとは、NB で飛び道具を壊しながらなんとか近づいて、はい、こういう風に近距離でリターンを取るというのがパックマン側ですかね。パックマン側が前に出る回数的には他のキャラクターと比べたらかなり多い方多くなりますね。ただね、ダックハント側も前に出れないので、こういう風にフルーツをね、自由に貯められてしまうっていう側面もありますね。まあ、缶出してるから仕方ないよね、っていう部分は。さあ、ダメージレース5分です。おっと、今のは差し返しの鍵を投げようとしたんですが。鍵を投げようとしたんですが、横 B のクレーの爆発にちょっと巻き込まれて邪魔されましたね。クレーの判定、案外広いです。おし、これ判定つかみ。確認している。爆発まで絡んで。これは…これも恐怖の時間ですね。当たる攻撃なので、まあ、缶使ってね挟んでなんとかしたい。脅威が一旦過ぎ去りましたが、また溜まりましたね。ダウン封した。これは投げて拾い直す。おお、ガンマンが助けてくれましたね。守護神親父守ってくれました、おっさんが。あ、ただね、あれなんですよね、こういう風にフルーツを投げて前に出ない選択肢もあるので、はい、この辺はやっぱり差し合いはティーパックマン側が自由にコントロールしてるとところできる。うーした、最終弾をそのまま上がり攻撃上がりにしっかり噛み合わせる。今コメントで画面がうるさいってあんだはい、おっしゃる通りです。飛び道具の非常に豊富な2キャラクター。おっと、珍しいミスですね。珍しいミスですね。おそらく外に飛ぶと思ったか当たってないと思ったのかな。ちょっとそうですね、ああいうミスは珍しいですね。内側確認、ちょっと間に合わず受け身ミス。結果として試合はイーブンのまま進んでいます。あ、缶がない時のダックハントはきついので、そうですね、なんとかまず缶を挟む展開にする、はい、そこからまた弓矢がスタートと。ヤラボス投げてダメージが出る。空前2回3回入って56。おっと、これはジャンプがないので生きりゃ OK の、生きりゃ OK、 たまにやるんですよね、ライツさん。こういうところがうまいですよね。缶挟んで、缶で邪魔して先に自分が着地する、はい、そこで無理に暴れとか回避して横スマ食らうのが最悪ですからね。そうなんですよね。 NB 爆発、もう1回99。さあ、ティーパックマンちょっと動きづらい位置関係。前に出るところに対してはいつも通りのさばき方をするのがライトさんですね。素晴らしいですね。やはり番数半分とはいえこの辺りの腕も衰えていないと。むしろ今日1日で成長したまであるんじゃないですか、ライトさん。結構多分思い出してますよね。ですよね。なんか昨日の時点でちょっと動き悪そうにしてた記憶がありますもん。そうですね、昨日はちょっと結構うまくいってない部分が多かったんですけど、はい、これは空中しろ、しっかりと差し返す。さあ、哲也ウィン缶を出して、これは完璧なセットプレーの状態。攻撃確認して素晴らしいですね。ああいう缶があるとまず缶を殴るかそのまま上がってくるかの読み合いがあるので、結構ね、どっちにしろ不利な読み合いになってしまうと。あ、これは空中しろ、まだ撃墜しない。後ろ前や上で締めずに外に出すのがさすがですね。おお、みかんで撃墜している。崖外のね、みかんなりメロンなりはお箱ですからね。真横飛んできますからね。そうですね、飛び別に強くないんですけどラインがないと。いやー、ラボス、さあ、先ほどほどは伸びたかった。強化線を置いてまたもこの体勢。面白いですね、ガンマンプラス9枚とかで先端だったら飛ぶのかな。多分ですね、1回の攻撃で飛ばせるっていう意味だとかなり、やっぱ消火栓飛ばすのに1回か2回かでかなり動きやすさが変わってきますもんね。1回で終わってしまうと次パックマンが飛ばすかどうかの意味合いもできてしまうんですけども、ああいう風に同時にね壊せると、はい、パックマン飛ばされることなく痛い消火栓振ってきて 102%。 面白いですね、クーシタを当てることでヒットストップを長くしつつ崖にクーシタを出すということもあるんですけども、缶が内側に飛ぶので回避狩りとかその辺もろもろ狩りやすくなるといったセットプレーですね。
もう一回殴ればその場に当たるし、そうですね。ウェビー帰ってくる、影を持っているぞ。これはワンチャンというか逆転の一手になりかねない、はいね、ここでまた来ますよ。ベルが来ましたね。宇宙しろ、ベルを出して拾って、あーあー立ってる、持続だっけやばいですね今の。絶対続終わったと思ったんですけど、はい、ライトは確認して攻撃上がりをしたようにも見えたんですけどね。100年持続、100年最後はいつものベルですね。結構ね、やっぱり近づいてくるのをさばくっていうのはやっぱりライトさんのねお箱なので問題はないと思うんですけども、やっぱりこの鍵だったりベルガを貯める機会が非常に多いので、そこまで行った時に不利になってリターン差がついてしまうっていうような構図が見えますね、はい、だいぶ立ち回りをしてましたよね。立ち回り相当してましたけどね。さあライト、ここは切り替えられるかどうか。なるほど、そういう飛ばし方もあると。豊富ですね、プレーの研究熱心なライトさんらしいです、はい、絶対取れもしてますよね。クレイとギャラボス、ギャラボスはあれですね、クレイだったりカンだったりあとガンマンもですね、はい、全部貫通しながら投げられるので、その後のリターン自体は伸びづらくもなるんですけども、やっぱり差し合いの序盤は非常に展開作りとしてはすごいですよ ね。メタルブレードですもんね。メタルブレードですね、本当に伸びドーム同士で相殺せず一方的に判定勝ちをするという脅威の、来ますよ、これ来ます来ますか、コスだがもう一回来ますね。これベル、今度はカンベル、おっさんかスカシベル、マジか今当たったと思いました。スカシに反応、投げで対策とは回転率早いですね。もう缶も投げてしまってまだ次がたまる で、ね、でシールドシフトで、おおしのぐ、最終段ジャスができるのが詳しいですね。ですね、しかもシフトしながらジャスがなんて、おい缶暴れですかね、缶暴れしたところにベルが当たって、ベルが当たって、はいはいはい、その飛んだ缶がラカンダに当たって吹っ飛んだと。珍しいですね、弱で 10% の2ターン。さあ、なかなかこのカードやはりトリッキーキャラが2人並んでいる分予想だにしないことがたくさん起きますね本当に、はい、何に当たったのっていう。空中へ、ちょっと打点が低かった、まだ撃墜しない。2回目倒しきりたい、次がそろそろ危ない、前に来る、爆発、悪いって。白い空下当たったら空上確定で下がってましたね、前外したおかげで助かりましたね。 DA で暴れる、ギャラボス崖つかまりに当たって、なんなら缶のあれも奪いましたね。ですね、方向ですね。パワー餌返ってくる、空中前ラクアントにまたりますね。強気なつかみ、鍵を投げるがまだ生きている、ま、ね、170。崖どうするか、強気すぎる、安易にジャンプ上がりとかその場をしないですよね。ようやく倒しました、 90% のビハインド。しっかりとベルは分かってガンガードだが、パーティー100万ブンブン振りますめちゃくちゃ強い横スマ。ダッカーンとはね、基本的にカーンを使ってコンボを伸ばすキャラクターなので、はい、ああいう時にとっさの反撃を取っても基本的に高いコンボが取れないんですよね。それよりはやはり近距離に付き合わないことの方が重要なのかもしれませんね。これは鍵を投げて消火栓とともに来ますよ。ベルが来ますか、来ました、もうあー消火栓飛ばして、おお、いつの間に鍵になった、なったですね鍵になったの俺今確認できなかったんですけど、もう見なかったです。さすがですね、使い手のみが分かっています、ね、
そう、この溜まってない間にちょっと攻め手を作りたいですよね、ライトさん側としては。こういう時間ですね。なんですけど、こういった内側回避もしっかり横強反応。メロン遅い。これね、昨日もやってたんですよ。回避したら次が復帰阻止マジできつくて、でも回避しないと当たる、はい、上から帰ろうとしてる人とかに刺さりがちですよね。ガードが硬い。ティーパックマン決して空中上には当たらない。そしてまた状況が戻る。リンゴを投げてからのピエ、これ美味しい。ガード、ガード継続させますね。はい、ティーパックマン非常にこのシフトが上手ですよね。なんていうか、そうですね、ミスらないというか。そうですね、あんまり漏れる瞬間がないですね、はい、結構ハーフ2力気味なんでむずい部分もあるんですけど。さあベルが溜まります。63でも端っこだとまずいんじゃないですか、これやばいんじゃないか。まずい。パワーエサー大丈夫。ギリギリ。みかん待って、すごすぎる。次の次、これベルが出た段階で、まあ、本来だったらベル横スもケアするじゃないですか、はい、じゃなくて横強横強で打撃打撃で、そうちゃんと撃墜ができる崖まで運んだのが一番すごい判断ですよね、はい、今のコンボグロいっすね。グロいっすね。マジで横強横強プレッシャーかけのその後もあれでしか倒せないでしたもんね。なんならあの横強だとベル噛み合ったら撃墜ですからね。さあ2連敗のライト、あとがなくなります。出てくる可能性はありますよね。ですね、ちょっと迷ってるのかな。おう、あ、キーパックマンが悩んでたのかな。なるほどね。ではバンカスに対してどお違いますね。そうです、あ、終点だからって話か。ロケ奪い、面白い。珍しいですね。珍しいタクプレイしてきますね。やっぱりリターンの高いタク。なぜか今消火栓ダッカントが食らった。なんで。いやーすごい変な取り方しましたね。あ、空中へまだ確定。やっぱり着地の面では先ほどからちょっと大変そうにしてますね、パックマンも。だからこそ台がない狭い終点なんでしょうけど、崖にさっさと逃げる。あ、仕返しの鍵。あ、これはおおおお持続。崖上がり、空中しろと空中しろ、お互い痛み分け。缶を飛ばすが、よっと横スマ前ダッシュをしっかり読んで、珍しいですね、缶が相手の奥にあるからガードとかせずに強めに前に来るっていう判断だったんでしょうね。はい、くぐり抜けてやろうと、くぐり抜けるというか、そうですね、ないうちに攻めたい心理をついた横スマッシュ、まあ、こういうところなんですよね、ライチさんのうまいところって。大会を通じてどう勝つかっていう組み立てがうまい。相手の行動をよく見て考えているからこそできる。そうですね、はい、空中した、これはたまらず撃墜だが、リードはライトです。空中へ2回入る、落下の遅いパックマンだからこそなんとか入らなかった。そうですね、爆弾、爆弾のまたなんで今最初え3段目横火から空中しろ、缶が当たって爆発で2回使われたのかな。なるほどなるほど、空中前空中前、浄化線しっかりとライトダックハント側を読んで空下を置いていた。ただこれ大逆転の一撃ですね。撃墜しやすいのは、おーと、缶暴れさすがですね、まあ、あれは缶が自分だけに当たってもベルさえ食らわなければ OK っていうことですよね、はい、空中しろ、裏タクのパワーエサ特攻に対してしっかりとおとがめを食らわせていったライト、空高い、行く反応早いですね。ですね、さあこれやはりステージが功を奏してライトがかなりいい感じに展開を進めているんですが、2回跳ねましたよ。
ティーパックマンらしいですよね、ああいう行動は。めっちゃ特化、おっともう一回、先ほどからやっぱりラカント生身で崖上上がるの難しいので、はい、缶出して上がろうとするムーブが非常に強いんですけども、それに対して、ああいう水流でベルなどを上に投げてジャンプ上がりでよというかジャンプで帰ってくるのだけケアして下からは復帰し、はい、詰め将棋です。上行きたくなくなりますもんね。そうなんです、ね、あれを見せられるとあれがあるとジャンプできないんですよね。上に投げる、またコンボが入る、これは追いついてきたんじゃないか。ここで倒しきりたいですね、大地さんは、はい、ちょっと噛んで撃墜するようになるともうバンジキュースのパーセントなので今のうちですよね。そろそろ横強先端も撃墜するので、はい、横強先端食う前とか死ぬと危ない。おっとこれは空中上、ただここの崖上がりが、うわー寄ってるのー、なんでわかるのー。1試合目かなんかも同じことをしたときに回避を見てましたね。はい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 、はい、2回は許さない、うん、はい、かわいいなカメラにアピール完璧。